皆さんこんにちは、 D コレクションスタイリストのみゆです。今回はユニクロで8月に買うべき女子受けも狙えるおすすめの夏アイテムを2つご紹介していきます。このチャンネルでは30代から50代の大人の男性に向けておしゃれの教科書の理論に基づきコーディネートのご提案や着こなし方の解説を行っています。女性からの視点も取り入れているのでぜひ最後まで見ていってください。動画がいいねと思ったらグッドボタン、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録もお願いします。はい、でもう8月になるよっていうところで、まあ、皆さんはねもう夏物は結構買い揃えたし別にいらないかなとか、なんかセールでいいのあったら買っとこうかなぐらいのマインドかなと思います。ただアパレル市場ではもう秋物が店舗に並ぶようになっていて、秋っぽいカラーだったりとか秋っぽい素材のものが入荷してきています。で、まあ、我先に秋物を取り入れたいなっていう方もいらっしゃるんじゃないのかなと思って、ちょっとユニクロを見てきて、これは絶対買いだわとか絶対モテるわって思ったものを2つ選んできました。それではご紹介していきます。まず1つ目がオープンカラーシャツのブラックです。これですね、はい、あの素材にレーヨンが入ってるのですっすごい滑らかでめちゃくちゃ着心地がいいです。これ私も着てみたんですけど本当に着心地よくてすっごいサラサラしてました。はい、でちょっとね光沢感があるのですごいあの上品見えして大人っぽくてもうめちゃくちゃこれは素敵です。うん、でポケットついてるけどあの全然子供っぽくも見えないですね。はい、でサイズ感は少し大きめなんですよ。いつもユニクロで XL サイズを着ている身長181センチ77キロのスタッフが L サイズでも大丈夫でした。うん、はい、で色はもう断然黒がおすすめです。でね、これはねもうちょっと女性目線というか私目線なんですけど、やっぱり男性の黒ってめっちゃかっこいいんですよね。でね、夏ってやっぱ明るい色着るじゃないですか。で、まあ、散々この8月まで男性の爽やかな配色ってもう見てきたんですよ。でもう見飽きてきましたもん正直。はい、なのでこの8月になって黒がドーンってくると、えめっちゃかっこいいんだけどっていう感じで、これもねまたギャップを感じるんですよ。何これ、色のギャップっていうのかな、私が今勝手に作ったんですけど、これはねもう色のギャップですよ。噛みまくってますけども、はい、もう男らしくてめっちゃかっこいいです。でこのシャツ、まあ、ホワイトとかネイビーっていう夏っぽい色もあったんですけども、断然黒がおすすめ。あとはねやっぱり今の時期に真夏に着れそうな色を買うっていうのはなんかもったいないなっていう気がするんですよね。どうせなら秋も使えた方がいいかなって思うので、もうこの黒がシンプルに上品でかっこいいので、もう絶対黒がいいと思います。うん、でカジュアルなボトムスに合わせても上品な光沢感があるのでカジュアルになりすぎないですし、で綺麗めなボトムスに合わせてもちょっとあのリラックス感のあるシルエットなのでかっちりしすぎないです。もうこれは買いです。はい、というわけでコーディネート考えてみました。まず一つ目これです。はい、カーキのパンツに合わせたカジュアルなスタイリングなんですけども、意外とカーキのパンツ系って持ってる方多いんじゃないのかなと思うので、まあ、こんな感じでカーキのパンツに合わせてもシャツがねきれいめ感があるのでそんなにカジュアルにもなりすぎないですし、足元も黒系でまとめておけば落ち着きのある印象ですごくかっこよく決まります。このきれいめカジュアル感が女子がめっちゃ好きなやつなんですよ。ぜひ試してみてください。2つ目これ黒のスラックスに合わせてセットアップっぽく着こなしたコーディネートですね。いやこれはめちゃくちゃ高級感のある印象に仕上がります。ちょっとピシッてしたい時とか、まあ、デートにはねすごいもってこいですね。で全身黒になっちゃうとちょっとだけ重たくなっちゃうので、白の T シャツにさらっと羽織って抜け感を演出するっていうのがポイントです。まあ、白が入ることで少し軽さが出るので、まあ、夏っぽさも出ますし、もう夏のモノトーンコーデはこれで決まりですね。こちらもすごい男らしくてかっこいいのでぜひ参考にしてみてください。2つ目におすすめのアイテムがこちらです。ワイドフィットチノのブラウンです。
これねベージュっぽい感じの色味なんですけど、色の表記はブラウンになってます。気をつけてくださいね。はい、でこれもねもうめちゃくちゃかっこいいんですよ本当に。このねもう色ですよね、やっぱりブラウンほど濃くないし、でも黄みがかってないベージュなのでおじさん見えしないんですよ。これはねもう本当に脱おじさんのアイテムです。めちゃくちゃ上品な色です。はい、で生地も結構しっかりしているので、あのシルエットがすごい綺麗に出ますね。でただまあちょっとね生地厚めになってるので、まあ、猛暑でめっちゃ今日は暑いぞっていう日は履かない方がいいかもしれないです。ちょっとこれはね暑すぎるかもしれない。はい、でちょっとさっきも言ったんですけども、形がワイドのテーパード型になってるんで、まあ、そこまでワイドすぎないですし、であとはこの太めのベルトループがついてたりとか、ポケットもこんな感じのコインポケットになってたりとかで、結構ディテールもこだわりがありますね。これはめっちゃおしゃれです。着こなし方としてはタックインするのもいいと思いますし、裾をねあんまりダボってさせたくないよっていう方は、まあ、1回ぐらいロールアップしてもらうっていうのもいいですね。本当にいろんな着こなしを楽しむことができます。はい、こちらもねコーディネート考えてみました。まず1つ目がこれですね。先ほどご紹介したオープンカラーシャツとのコーディネートです。いやもう合わないわけないですよね。もうめっちゃかっこいいじゃないですか。このリラックス感のある雰囲気が大人の余裕を感じさせてくれます。これデートにいいと思います。であとはそうだな、友達との飲み会とか、まあ、お盆なんでね同窓会とかあったりするのかなと思うんですけども、まあ、そういった場にもすごくおすすめです。でもう一つ考えたコーディネートがこれですね。はい、もう T シャツを合わせたシンプルなスタイルです。ベーシックカラーの T シャツを合わせておけばとりあえず間違いないですね。でシンプルになりすぎないように小物をしっかり合わせるっていうのがポイントです。まあ、サングラスを合わせたりとか、手首にねバングルとかぜひつけてみてください。もう本当に T シャツとボトム のコーディネートっていうのは小物がすごく大事です。でちなみにこちらのサングラス、これもユニクロでブラウンパントサングラスっていうやつなんですね。ボストン型のサングラスです。でレンズの色はブルーとかもあったんですけど、ちょっと秋っぽい雰囲気、先取ってる雰囲気を演出するためにこれはねブラウンを選びました。ただちょっとレトロっぽい雰囲気が出るので、レトロ系苦手だなっていう方はブルー系もおすすめです。はい、よかったらねこちらのサングラスもぜひチェックしてみてください。はい、おすすめのアイテムとコーディネートご紹介しました。いかがだったでしょうか。いやかなりねちょっと女性目線が入りまくってたかなっていうところもあるんですけれども、まあ、しかも結構私主観ではあるんですけど、そこだけちょっと多めに見てください。はい、いやでも本当にいいなと思ったアイテム、皆さんが使えそうだなっていうアイテムをご紹介しました。ぜひご参考にしてみてください。今日ご紹介したユニクロのアイテムは概要欄に詳細貼っておくので、ぜひ見てみてください。気になることがあったらコメントいただいても OK です。はい、それでは本日の動画はこれで以上となります。今日の動画がちょっとでも参考になったよっていう方はグッドボタン、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録もお願いします。それではまた次の動画もお楽しみに。バイバーイ。